韓国崩壊、韓国政府、ついにアメリカにも堂々と喧嘩を売る？と、言っても、ない、反日決議を可決。韓国国会、安倍首相コメ演説糾弾決議案を採択。中央日報日本語版5月12日、か、15時30分配信。韓国国会は12日に開催した本会議で、反省のない安倍糾弾決議案を採択した。韓国国会は同日午後に本会議を開き、侵略の歴史及び慰安婦に対して反省のない安倍首相糾弾決議案が在籍議員238人の全員一致で可決された。この決議案は、日本の安倍首相が米国上、下院合同演説をはじめ、あらゆる場で侵略と植民支配、旧日本軍慰安婦問題に言及せず、人身売買、などの巧妙な表現でこの問題の本質を曇らせようとする反人権的形態を示していると強く糾弾している。また、靖国神社への参拝、集団的自衛権の行使、徳島、徳都、日本名、竹島、領有権の侵害など、一連の非常識行動が韓日関係に否定的な影響を及ぼす恐れがあることを厳重警告した。先ほどの動画はいかがでしたか？このチャンネルでは先ほどのような面白い動画や、興味のある動画をまとめています。オリジナル動画も作っていく予定ですので、よかったらチャンネル登録お願いします。